皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。あら、随分と懐かしい特撮番組を見てるじゃないの。これは、キカイダー01、だわね。でも、どうしてそんな早送りばかりして見ているのよ。キカイダー01、なんてもう何十回も見て、すっかりストーリーまで覚えちゃっているんだぜ。だから今度は早送りしてマリとビジンダーの登場するシーンだけを見ているんだぜ。ビジンダーに変身するマリといえば、シコミエツコさんが演じていた役だわね。マリサってシコミエツコさんのファンだったっけ？ウルトラセブンのアンヌ隊員役で有名な岸見ゆり子さんのファンじゃなかったっけ？確かにそうだけど、ウルトラマンシリーズのヒロインの制服はどれも露出度が少なくてお色気シーンがほとんどないんだぜ。その点、キカイダー01のマリはいつも美脚が映えるミニスカート姿で、パン、ツー、マル、ミエ、なアクションシーンがたくさんあるんだぜ。一体、どういう目線で昭和の特撮番組を見てるのよ。でも確かに言われてみれば、特撮番組のヒロインたちの露出が増えたのは1970年代からのことだったような気もするわね。よし、じゃあ今回は、ミニスカヒロインが登場するちょっとエッチな昭和の特撮番組についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。キカイダー01は人造人間キカイダーの続編として1973年5月にスタートした石ノ森章太郎先生原作の特撮テレビ番組だね。主人公のキカイダー01はキカイダーを作った光明寺博士によって作られた人造人間で、前作から引き続き登場する弟の次郎ことキカイダーと共に破壊ダー部隊と戦うストーリーだったわね。キカイダーの次郎はギターを、キカイダー01の一郎はトランペットを奏でながら登場するのがお決まりだったんだぜ。キカイダー01は前作で登場して人気だった仇役の破壊ダーをボスキャラに据え、前作の主人公だったキカイダーも登場し、キカイダー兄弟として活躍するストーリーでスタートしたんだけど、次郎役のバンダイスケさんがイナズマンの主役に決定したために、途中から番組に出演することが難しくなったのよね。そこで新たに01のパートナーとして登場することになったのが人造人間ビジンダーだったのよね。ビジンダーの登場にはそんな背景があったんだな。昭和の少年たちはビジンダーのくるくるのお胸を凝視しすぎて、よく目を回したもんだぜ。昭和あるあるだわね。とはならないわよ。ビジンダーに変身するマリ役には当時ジャパンアクションクラブに所属していたシコミエツコさんが、千葉真一さんの強力な推薦もあって選ばれ、以後、アクション映画やドラマに大活躍するようになるのよね。シコミエツコさんほど活躍した女性のアクションスターは後にも先にもいないんだぜ。今の若い人には長渕剛さんの奥さんと説明しないといけないのが寂しい限りなんだぜ。ビジンダーは女子供に弱いゼロワンの性格につけ込むために大犯罪組織シャドウの手で作られた悪の人造人間だったんだけど、一郎によって不完全な良心回路を埋め込まれることによってその後はゼロワンと共に悪に立ち向かうことになるのよね。マリの胸には小型水爆が内蔵されていて、上着の第三ボタンを外すと爆発しちゃうんだよな。シャドウの遠隔操作で胸が苦しくなったマリがボタンを外して、とお願いするシーンに昭和の少年はドキドキしたもんだぜ。上着の第三ボタンが外されそうになるシーンはマリの登場シーンのお約束だったわね。でも当時のシコミエツコさんはまだ高校生だったのよ。そうだったんだな。シコミエツコさんの美脚アクションと健康的なお色気に昭和の少年たちはみんな KO されたもんだぜ。キカイダー01の前作人造人間キカイダーのヒロイン役で、キカイダーを作り出した光明寺博士の娘、三津子役の水野絵純さんも、キカイダー、ファンの間では人気だよね。あう、キカイダーは正義の味方のはずなのに、がっつりとセクハラを働いているんだぜ。ミツコはキカイダーの次郎に激しい恋愛感情を抱いていて、劇中では次郎が優しくした女性に嫉妬したり、次郎の濡れた体を拭いてあげたりと、かなりグイグイ迫っていたわね。キカイダーにこんなサービスカットがあったとは知らなかったんだぜ。ミニスカ姿のヒロインといえばシコミエツコさんが演じたマリも印象的だったけど、解決ライオン丸に登場するサオリも負けていないんだぜ。解決ライオン丸は1972年にスタートした特撮時代劇だったわね。主人公の獅子丸は伝説の忍者、カシンコジに育てられた青年で、師匠から受け継いだ金サジの太刀の力を使った忍法獅子変形でライオン丸に変身するのよね。
そして主人公の獅子丸と共に旅をするのが、師匠から受け継いだ横笛を使って天魔光丸を呼び寄せる小助と、パン、ツー、丸、見え、お武器に戦う沙織だったんだぜ。一体何を武器にしているのよ。師匠の家臣小路から受け継いだ小太刀と投げ縄を武器に敵と戦う女忍者の沙織を演じたのは女優の九条明子さんだね。原作と企画を担当した牛尾掃除さんによれば、沙織のミニスカート風の衣装デザインは最初に決まったそうで、パンチラで大人受けを狙ったとも語っているわね。あう、やたらとチラチラ見えると思っていたら、当時の少年たちは制作者の思惑にまんまとハマっていたわけか。監督は健康的な方向性で演出していたそうだけど、沙織が見せるチラリズムは放映当時から話題になっていたみたいだわね。沙織の衣装は番組開始当初は青のミニスカ風だったけど、第28話で小助と一緒に買い物に行くシーンがあり、それ以後はピンクの衣装に変わっていたわね。そんなところで昭和の少年の心を釘付けにするなんて、やり方が卑怯なんだぜ。沙織を演じた九条明子さんはこの番組で共演したことがきっかけで、主役の獅子丸を演じた牛尾哲也さんと結婚、芸能界を引退されているわね。あう、沙織の、パン、ツー、丸、見え、に注目していたのは視聴者だけじゃなかったのか。獅子丸が自宅で沙織のコスプレをさせているかと思うと、気になって眠れないんだぜ。どうしてそういう発想になるわけよ。ミニスカ風の衣装という点では、怪傑ライオン丸、と同時期に放送された、変身忍者嵐、に登場する霞も負けていないわよ。これは、頑張れレッドビッキーズ、の林ひろこちゃんだな。当時はまだ高校生くらいじゃないのか。こんなハレンチな格好をさせるなんてあんまりだよな。ぜひ再放送してほしいんだぜ。一体どっちなのよ。変身忍者嵐は、怪傑ライオン丸と同じ1972年にスタートした石ノ森章太郎先生原作の特撮時代劇だったわね。主人公の早手ワークの忍者集団チグルマ島と戦うために自ら父の編み出した人間変身の秘伝により鷹の化身忍者嵐となってチグルマ島壊滅を目的に旅をするのよね。早手と一緒に旅をする仲間の名張の竜巻は仮面の忍者赤影に登場する白影が演じていたんだぜ。霞とつむじの兄弟は竜巻の子供で、霞を演じていたのが林ひろこちゃんというわけか。ちょっと色っぽい怪傑ライオン丸の沙織と違って、プチプチしていて健康的なお色気を感じるんだぜ。1967年に子役としてデビューした林ひろこさんは変身忍者嵐に出演した当時はまだ中学生になったばかりだったのよ。あう、高校生じゃなくまだ中学生だったのか。それなのにこんなコスプレをさせられた上に早手からセクハラを受けるなんてひどいんだぜ。コスプレじゃなくてくの一の衣装じゃないのよ。紫の忍者装束に水色のマフラー、真っ青なアンダーショーツが鮮烈だったわね。これが中学生だと思うと恥ずかしくて指の間からしか見れないんだぜ。しっかり見ているんじゃないのよ。林ひろこさんはスケジュールの都合で途中降板、その後は歌手デビューも果たし、頑張れレッドビッキーズ、などのドラマに数多く出演。二十歳の若さで黒沢明監督の長男でタレントの黒沢久夫さんと結婚したことが話題になったけど、その後、離婚されているわね。黒沢久夫さんも、変身忍者嵐、のパンチラシーンを見て目をつけていたんだな。マリサと一緒にするんじゃないわよ。仮面ライダーシリーズ初の変身ヒロインとして登場したのが、仮面ライダーストロンガー、に登場する電波人間タックルだったわね。仮面ライダーシリーズにはお色気ヒロインなんて登場しないと思っていたけど、電波人間タックルをすっかり忘れていたんだぜ。真っ赤なミニスカ衣装と健康的な美脚に仮面ライダーファンも夢中になったもんだぜ。仮面ライダーストロンガーは1975年にスタートした仮面ライダーシリーズ第5作で、それまでのシリーズとは異なりカブトムシをモチーフとした改造電気人間という設定だったわね。そしてシリーズ初の変身ヒロインとして登場したのがテントウムシをモチーフとした電波人間タックルだったのよね。タックルは改造電波人間のくせに全然弱くて、敵の怪人にいいようにやられちゃう姿がまた昭和の少年たちには妙に色っぽく感じられたんだぜ。電波人間タックルに変身する三崎百合子は敵のブラックサタンに拉致され、改造手術を受けたんだけど、脳改造の直前に救出されて、ストロンガーと一緒に脱出し、共に戦うことになったのよね。綺麗な女優さんだったよな。ストロンガーの城茂に恋する役の色っぽいヒロインだったんだぜ。
美咲百合子を演じた岡田京子さんはこの前年に映画で女優デビュー。仮面ライダーストロンガー。出演当時はまだ高校生だったのよね。その後、仮面ライダーストロンガー。でメイクを担当していた男性と結婚し、芸能界を引退したんだけど、1986年に持病が悪化して、わずか27歳の若さで他界されているんだよ。そんなに早く他界されていたとはちっとも知らなかったんだぜ。仮面ライダーストロンガーの劇中でも敵の毒にやられて短い生涯を閉じる役だったよな。死を覚悟した百合子が思いを寄せていた城茂に初めて女の子らしくコーヒーを作ってあげる姿に涙したもんだぜ。あんな大人びた雰囲気の百合子がまだ高校生だったとは驚きなんだぜ。最後はストロンガーを苦しめる敵の怪人を自分の命を引き換えにした捨て身の必殺技で倒し、愛する城茂に見守られながら静かに息を引き取るのよね。あう、お色気ヒロインを紹介するはずだったのに、最後は感動的なお話で終わっちゃったんだぜ。視聴者の皆さんが好きだった昭和の特撮番組に登場するお色気ヒロインがあればコメント欄で教えてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。